一昨日、宮崎空港の滑走路をつなぐ誘導路でアメリカ製のおよそ250キロの不発弾が爆発しました。これを受け、斉藤国交大臣は今日の会見で宮崎空港で不発弾が埋まっていないかどうか、再点検する方針を明らかにしました。航空機の運航の安全に影響を及ぼしかねない事案であったと必要な対応を行い、引き続き。 航空ののの安安全・安心の確保を図っっててままいいりりたいと、このように思っております。斉藤大臣はさらに宮崎空港と同じように旧日本軍の施設で過去に不発弾が発見されている仙台、福岡、那覇空港でも順次、再点検を行うよう指示しました。